ある日、森の中、Check it out. クマさんが灰になってた。皆様こんばんは。 MB レイ案内所運営者のミミカモフと申します。本日は最新映画コカインベアを紹介いたします。本動画はあらすじ、こんな方におすすめ、今作の特徴を3つと、最後にまとめとして今作の恐怖度レベルをご紹介いたします。では早速あらすじからどうぞ。当チャンネルはホラー映画好き VTuber が最新ホラー映画からマイナー映画に至るまでホラー映画の魅力を紹介するチャンネルとなっております。ホラー映画好きの方もそうでない方も少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録高評価何卒よろしくお願いいたします。1985年、コカインの運び屋がセスナに積んだ大量のコカインをジョージア州の森に投下するが、自分自身も誤って転落死してしまう。雇い主の麻薬王は信頼する部下たちにコカインの回収を命じ、その一方で、とある子供とその友人が学校をサボって森へ向かう中、そこで大量のコカインを食べて凶暴になったクマと遭遇してしまう。麻薬王一味、子供たちとその母親、警察、レンジャーなど、それぞれの思惑が絡み合い、事態は思わぬ方向へと転がっていく。こんな方におすすめというのが、まずは、ドタバタギャグ映画好きの方ですね。この映画は、めちゃめちゃギャグ映画なんですよ。派手なギャグ映画なので、そういったバカ映画みたいな、お笑い映画みたいなものが好きな人は、めちゃめちゃ面白いんじゃないのかなと思います。で、二つ目が迫力ある動物が好きな方。この映画に出てくるクマ、とんでもなく迫力があるので、そういう野生動物が派手に暴れ回る映画が好きな人、またクマが好きな人は、もうこの映画めちゃめちゃハマるんじゃないのかなと思いますね。で、三つ目が明るいグロ好き。グロい映画っていうと、痛々しくて暗くて気持ちの悪いものが多いんですけど、この映画もグロい映画なんですけど、めちゃめちゃ明るい映画なので、すごく明るいテイストでグロい展開が繰り広げられる映画なので、そういった映画が好きな人も、もうこの映画は最高に楽しめるんじゃないのかなと思いますね。嘘みたいな本当の話なんですよ、これ。で、元ネタがどういう話かというと、で、より安全に着陸するために、とある麻薬の密輸を行っている飛行機が、合計40ポンドぐらいのコカインをですね、70個ぐらいのプラスチック容器の中に詰めて、その中のいくつかを空から捨ててったんですよ。それで軽くしてより安全に着陸をさせようと計画したんですけども、その後ですね、パイロットが飛行機を近くに着陸させようとした時にですね、警察がですね、こう追ってきまして、逃げようとして、パイロットが飛行機から転落して死んじゃったんですね。その後ですよ、コカインの入った容器にクマさんがばったり出くわして、その容器の中身を平らげちまったんですね。で、その結果クマさんはもう致命的な過剰摂取に見舞われまして、とんでもなく不安定な状態で発見されたというのが、この映画の元ネタなんですよ。こんなふざけた話が本当に起こったことなんですよね。それを踏まえて今作の映画を見ていただけると、元ネタ以上にとんでもない展開が繰り広げられていくのが今作の映画なので、一応元ネタもとんでもなくぶっ飛んでいる、元ネタもぶっ飛んだ内容だが、それ以上にぶっ飛んだ映画が繰り広げられることを楽しみに映画館に向かっていただきたいですね。また注意事項として、この実話で人間が襲われた証拠はありません。クマさんは不安定な状況ではありましたが、人を襲った証拠はないんですね。あくまで元ネタなんです。なので勘違いしないでください。クマを責めてはいけません。この映画を見てクマを危険視したりとか、クマを責めることはないようにお願いいたします。この映画、とてつもなくリアルなクマが出てくるんですね。すごい CG 技術でクマが作られてて、そのクマがですね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
で、この可愛い原因は何かっていうと、野生動物らしさよりもコカインでハイになってしまって、パッパラパーな状態のクマさんがめちゃめちゃ可愛いんですね。蝶々追いかけてみたりとか、木に体当たりを繰り返し続けてみたりとか、突然寝てみたりだとか、人間の前で凶暴な側面も見せるんですけど、それと同じぐらい無防備な姿も見せるんですよ。それがめちゃめちゃ可愛いんですよ。で、可愛いと同時にやっぱり不安定なクマさんなので、すごく攻撃的だったりとか、元々のクマの性能を超えるぐらいの力を見せてるんじゃないかっていうぐらいド派手なんですね。パワフルなんですよ。このめちゃめちゃコア可愛いクマがとにかくこの映画の面白いポイントなので、ぜひこのコカイン過剰摂取クマさんをですね、劇場で見ていただきたいですね。この映画はやはり力の強いクマがコカインでハイになった状態で襲ってくるという、まあ文面からしてとてつもなく怖いことが起きてるんですけれども、しっかりとクマの恐ろしさも描き出してる映画なんですね。なのでグロいです。結構グロい。しかもですね、この映画、ただグロい映画、グロい演出、歪められた痛々しい表現とかよりも、シンプルな暴力の痛々しさみたいなものが強調されてる上に、クマの登場の仕方がすごくびっくりするんですよ。ギャグ映画かと思ってのほほんと見てたら、めちゃめちゃびっくり演出が豊富な映画なんですね。で、びっくり演出からのド派手な暴力。クマさんめちゃめちゃ可愛いんですけど、それと同時に絶対現実ではクマに会いたくないなというのを痛感させられる内容になってるんですよ。なのであんまり舐めてかかるとちょっと怖い思いをするかもしれない、そんな映画になってますね。総じて今作はですね、クマの魅力と軽快なギャグで楽しみやすい作品にはなっているんですが、それと同じく野生動物の凶暴さや力の強さもリアルに描かれているため、グロくて痛いシーンもやはり含まれます。また突然クマが飛び出してくるなどの驚かせる演出も多いので、今作の恐怖度レベルは2といったところですかね。ホラー初心者の方も楽しみやすいんですが、グロ表現やびっくり演出が含まれていることを念頭に置いていただいてご視聴いただければ、この映画の面白さも含めて楽しんでいただけるんじゃないのかなと思います。ということで本日はコカインベアを紹介してまいりました。気になった方は9月29日金曜日に全国ロードショーとなりますので、ぜひとも劇場に足をお運びいただきご覧いただければ幸いです。それでは本日はここまで。皆様お付き合いいただき誠にありがとうございました。